皇室転半に関する有識者会議は日本の第87.8889代内閣総理大臣小泉純一郎の指摘諮問機関2004年12月27日設置決裁2005年1月25日第1回会合開催同年11月24日第17回会合開催報告書提出日本の皇室において 1965年の秋篠宮文人親王誕生以後に男性皇族が40年誕生していないため若年の男性皇族が不足し将来の皇位継承に支障をきたす恐れがあることから2004年12月27日に設置され皇位継承やそれに関連する制度について2005年1月より17回の会合を開き同年11月24日には 皇位継承について、女性天皇、長子優先を柱とし、皇族女子が民間男性と結婚し、その子供は皇位継承権を有するとする報告書を提出した。同年5月31日に行われた第6回会合では、大原康夫、高橋博士、八木秀治、横田光一の4人から、また、同年6月8日に開かれた第7回会合では、鈴木正幸、 高森明則、所伊佐夫、山折哲夫の4人からそれぞれヒアリングを行った、以下の10名。小泉首相は、皇室転搬改正案の成立に積極的だったが、与党自由民主党では、ポスト、小泉の総裁候補が、いずれも改正に慎重な態度を示した。当時内閣官房長官だった、安倍晋三は、有識者会議が、 団形維持の方策に関してはほとんど検討もせず、当事者である皇族のご意見にも耳を貸さずに拙速に議論を進めたことを批判し、フジテレビの番組ではずっと団形できた伝統をすぐ変えるかどうか、慎重になるのは当然ではないかと発言した。麻生太郎、谷垣定一らも改正に慎重な姿勢を示した。2006年9月6日、秋篠宮文人親王同比の子に、 第三子で長男たる若宮久人新王が誕生したことにより、後位継承者が近い将来に不在となる可能性は、遠のいた。小泉首相は2006年2月10日、秋篠宮妃、の子の解任の法により、与党内で慎重論が強まったことを受けて、皇室転半改正法案の提出を先送りする、ことを発表し、 久人新能誕生当日の9月6日には2007年の通常国会でも法案の提出を行わない意向を示した。小泉の公認となった安倍は首相就任後の2006年10月3日参議院本会議において慎重に冷静に国民の賛同が得られるように議論を重ねる必要があると発言し有識者会議が初会合から短期間で 女系継承容人の報告書をまとめたことを批判した。翌2007年1月には、久人新王の誕生により報告書の前提条件が変わったとして、有識者会議の報告書を白紙に戻す方針を示し、団系による行為継承維持の方策について、政府内で議論を開始するとした。なお、小泉純一郎自身も、総理退任後の2016年9月7日、 日本外国特派員協会で会見し、男の子が生まれている時に、この議論はしない方がいい。男の子として継ぐ方がおられる限りは、そういう女性の天皇を考える必要はない状況になったとして、女性天皇や女系天皇に関する議論はすべきではないと表明した。2020年4月1日現在、皇室天畔改正に関する議論は進展していないが、皇室において、 若年の男子皇族が不足している状況は続いている。上記のように、近城天皇即位後で、皇位継承資格を有する男系男子皇族はわずか3名という現状の中、現行の皇室天半のまま、今後皇室に皇族男子が誕生しない場合、最年少である久人新王が天皇に即位する時期には、皇族の皇居や女子皇族の結婚による、 皇籍離脱などにより、皇室に皇族が、久人信能一人しかいない状態となっている、可能性がある。かつて上皇や近上天皇が皇太子時代において、その配偶者女性の選考が困難を極めたように、現代のほとんどの日本人女性は、あえて皇室という、極めて特殊な環境に身を置き、皇太子妃、または皇后という非常に責任の重い身分につくことを、 強く忌避しているのではないかという指摘がある。現状に当てはめると、久人新納の妻となった女性には、伝統的な交友継承のために、お世継ぎたる男児を出産することを周囲から要求されるという重圧を抱え込まされるのではないかとも考えうる。そもそも、久人新納が結婚することができるかどうかが大きな問題とされる。また、皇室転範を改正して、 女性天皇及び女系天皇を容認したとしても、結婚後も皇籍に留まる皇族女子、特に女性皇太子が配偶者となる男性を得ることができるのかという問題点もある。また万が一にも、現行の皇室典範下で、久日と新皇が結婚して、男児を儲ける前に皇居した場合、次世代の皇位継承者を誰にするかの方針は全く存在していないとの指摘もなされている。 ありがとうございます。